弱音とか諦めとかめっちゃ噛む。やること全部やってからすることちゃうの。吐き古したありがとうに意味を持たせたいからやってきたんでしょう。不器用だって分かってたんでしょう。それでも頑張ろうと続けてきたんちゃうの。しゃがみ込んでも動けなくてもそれは高く飛ぶため、支えてくれたあなたのため、力いっぱい蹴り出すよ。ありがとうございます。